Hello， 大家好，我是乐讲，这是一个全新的企划。我打算采访不管是台湾人还是日本人还是外国人，在日本生活的一整天的记录，去探索各个职业，还有他们实际上在日本过的一天是什么样子。我从拍影片开始就一直在想，我可以给观众带来什么，还有我要怎么样可以提供更多面向日本给大家。想了很久之后，觉得我一个人就是一个人的故事，那我可以采访不同的人，那就是不同人的故事。那这个系列的影片呢，都会深入去了解他们的生活。那如果你也愿意成为我拍摄的对象，跟大家分享你的故事的话，都欢迎填写说明栏的表格，那之后我可能就会找你哦。今天是这个系列的第三集，让我们一起来看一位立志成为歌手的日本街头艺人，他是如何过他的一天。早上十点，我和平冈桑约在人来人往的喜利亚駅。今天早上要录音，所以他拖着大大的行李箱来汇合。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日レコーディングがあるので、はい、ぜひ一緒に同行していただきたいなと思います。よろしくお願いします。行きましょう。行きましょう。これから、あそこの黄色い看板のタワーレコードに行きます。開始錄音之前、還有一些空檔。平冈桑说，他只要在空闲的时间，就会去唱片行逛一逛，看着自己喜欢的歌手出的 CD 来鼓励自己。一番好きな歌手は誰ですか？僕はラッドウィンプさんすごい尊敬してます。ウィンプさん、アンシャンタイジェネレーション。今日本は絶賛ツアー中です。僕の出身が秋田っていう場所なんですけど、秋田県に、僕のすごい好きなアーティストさん、はい、狩牛58さんっていうアーティストさんが来て、はい、でまあこう生のライブをこう見せてもらって、やっぱ音楽の凄さをなんかそこでこう痛感して、自分もやりたいなって思ったのがきっかけでした。その時はまだ18だったんですよ、はい、でじゃあ、秋田からどこに行こうってなった時に、まあ最終的になったのが東京だったので、うん、東京に来ました。空気が悪いならいつも喉が、そう、なんか僕喉すごい乾燥しちゃうんで、うん、でもマスクしてます。なるほど。なんで前打ち合わせの時もマスクして、そうです、なんか渋谷と新宿とかやっぱ人が多かったり、こうやって工事してるところ、空気がすごいあまり良くなくて、この楽器屋さん池辺楽器村なんですけれど、渋谷ですごい有名な楽器屋さんです。昔からある、やっぱりギターとか見る人は結構多いです。接下来去吃午餐喽。残念ながら僕は今日レコーディングがあるのでハンバーガーは食べません。喉を守るためです。なんか声が出なくなるんですよ、ご飯食べちゃうと。だからライブの前とかも極力は食べない。あれ、じゃあ芸能人たちライブの前に何を食べますかね。なんか聞いた話によると、うん、有名なアーティストさんとかになると前の日からとか1週間前からとか、カレーとか辛いもの、喉に悪いものは食べないって聞きました。はい、ありがとうございます。じゃあ、プラスにレジにお願いします。ありがとうございます。そして来る今日お茶持ってきてます。これにお茶を、あったかいお茶を入れてます。スロートコートっていうお茶なんですけれど、はい、お湯で、はい、まあ、作ってから蜂蜜を入れます、うん、これをいつもライブとか、レコーディングの時に持ち歩いてます。僕もやっぱり生身の人間なので、うん、なんかアーティストとファンの方関係じゃなく、人対人としてこの人でもこんなこと思うんだとか、例えば嵐の桜井くんでも嫌なことあるんだ、うん、私も頑張ろうと思うみたいに、うん、なんかその僕の歌を聴いてちょっとでも明日も仕事頑張ろうとか、うん、学校頑張ろうって思ってくれればいいなっていうのがやっぱり一番、うん、やっぱりね、人生一回しかないんで結構思い立ってポーンって出た感じでも大事だと思います、そういうのって。あ、いつか行ければいいかぐらいだと多分行かないと思います。だからもう、うん、あ、行こうと思ったらもう絶対行った方がいいです。その時にフライトをしながら、はい、音楽活動してるって感じですか。そうです、3個くらいしました。今回こうやってルーさんとお話しさせてもらって、国が違うけど目があって頑張るぞって、それがなんかすごい伝わってきて、
頑張ろうと思います。だから動画見てる皆さんも、日本の方もだし、台湾の方も、中国の方も、韓国の方も、もうアジアの方じゃなくて、ヨーロッパの方もね、まとめたね。みんな、なんかこう、夢があるなら、頑張りましょう。跟大家说、这里的薯条还有汉堡都超好吃的。吃完午餐后赶着去录音室录音，这次的录音是进了现在经纪公司后正式发出的第一张单曲，所以平冈桑很紧张的样子。好，我叫，就是出来说。これなんですか？これ飴なんですけれど、蜂蜜をこうギュッとしたギュッとした飴なんです。すごく喉にいい。これもなんか前から使ってて安心感はあります。ゼロの状態からファンの人もいない、家族も住んでるわけじゃない、友達もそんなに多くない、知らない街で、音楽もゼロの状態からスタートだったので、ゼロのものをこう1にするための努力っていうのが一番大きい困難、その時に自分を支えたものとモチベーションは何ですか？決心とかももちろんありますし、あとはでもこっちで出会った人、それこそ今応援してくださってるファンの方とか、応援してくれてる人がいるから、やっぱこのままじゃダメだなって思って、もっと頑張らなきゃってやっぱり思うのがこう糧になってます、自分の中で力に。これリップロールっていう発声練習です。あ、おはようございます。今平冈先生要跟他的制作人去拍他们要在网络上宣传的照片。この辺見て。今日は人と待ち合わせしてて、ここから来るの。拍摄完宣传照，平冈桑就回去录音室准备正式开始录音。那录音室里面有一张谱会让歌手看着唱歌，调音师会进来调整音量，开始录音后会请歌手戴上耳机。这个门只要一关上，就完全听不到外面的声音了。最後の一秒を生きるように。もうちょっと幸せ感出ていいと思う。ちょっと明るさを意識してほしい。元気っていうのとちょっと違うんだけど、今絶望感が強いんで。あ、なるほど。幸福感。確かに。下午2点開始拍摄，一路拍到下午5点，每一句都至少重新唱20遍以上。制作人会请平冈桑用各种不同的感觉来唱，再慢慢调整成最适合这首歌的氛围和声调。制作作品真的很不容易，整个过程却没有看到平冈桑或工作人员喊过一声累。可以遇到这样的工作伙伴，对彼此来说也是很幸福的事情吧。录完个人单曲的音，平冈桑就赶着去新宿街头演唱。街头演唱是为了7月27日举办的个人小型演唱会售票。他说，像他这种没有名气的小歌手，必须透过这样的方式吸引票源。总是一个人背着10公斤的音乐器材，这样准备街头演唱。そうですね、なんか僕みたいなのはまだなんか失うものが何もないので、あんまり失敗は怖くないです。路上ライブで動画を撮ってもらった動画が YouTube で再生回数が800万まで伸びたんですけど、右上に貼りますのでみんなチェックしてみてください。 ありがとうございます。消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたら 100% 言ってます。歌声は透き通ってていいと思います。ファンにも優しいですし、なんか初めて行った時にもとても丁寧に低姿勢で接してくれて、歌声もちろん中身も素敵なので、もう一生懸命応援したいなって思います。
つもやっぱり路上ライブやりながら思うことは、なんか今こうやってこんな夜遅い時間でも足止めてくれる方、仕事終わりの方がいて、遊んでる最中なのかわかんないけど足止めて歌聴いてくれる人がいるのがすごい幸せなことだなって改めて思います。一生懸命これからの活動を、なんかそういうことを糧に頑張っていきたいなって、なんかやっぱり野望あります。ここでライブしたいとか、有名になりたいとか、なんかいろいろあると思うんですけれど、でもやっぱりなんかその活動の糧っていうのは、僕はいつの時代も、いつになっても何歳になっても応援してくれてる人とか音楽聴いてくれる人だなって思ってます。本当にありがとうございます。